皆さんこんにちは、匿名希望でございます。ゼノギアス実況パート136、136回目です。前回135回目ではですね、バルトさんの思いついた作戦によりユグドラシル4を犠牲にして見事メルカバーを撃墜させることに成功しましたが、中で最終形態に進化していたデウスによりこの惑星ごと兵器として取り込まれてしまったという状況です。さて、そこで人類最後の砦である雪原アジトに降り立ったフェイ、これから雪原アジトを見て回り、世界を見て回り、最終決戦に挑もうというところです。それではご覧ください、どうぞ。ではね、雪原アジトの中を見ていきたいんですけど、熊牛さんお久しぶりですと。雪原アジトの中を見ていきたいんですけども、その前にですね、パーティーチェンジなどをするために一旦外に出て、ユグドラシルのとこに行きましょうと。出口はどこだっけな、北を上にして合わせると分かりやすい、ここだな。北を上に見た時の西側が出口ですからね。北を上に見た時の西側？いや、どこを北に見たって西側は西側だよ。方位磁石を北に合わせるとね、わかりやすいですから。と、雪原アジトの中にはね、いろいろなこう地方から逃れてきた人がいます。もう今現在、アベもキツレブも、あのタムズですら亡くなってしまっているので、いろんな人からね、難民が雪原アジトに残っています。その前に、ユグドラを、探検しましょう。地図も大して役に立たねえなぁと。もう本当に世界には生き残りが雪原アジト以外にはいないのかっていう状況ですね。バンス。あ、ごめんごめん、いたの。君はいつでも同じだな。ギアのコクピットが開く音だ。多分アニマの器ダンジョンとかでエレベーターが動く音かな、わかんない、ちょっとわかんないですね。ゼノギアス SE 当て大会みたいなやつやっても勝てないですね。もうあのバルトミサイルも効かないんでしょうね。あのジェリコさんがマジだ。おいらも気合い入れていこう。あのジェリコさんってなんだろう。あれ、また少し操作方法が変わった？見せて。あれ変わってないな。あ、空を飛べるようになってからの操作方法は変わってないのね。ゾハルと一体となり覚醒したデウスだが、墜落したメルカバーから生まれたあの巨大構造体内の中心部にいることが分かった。デウスを破壊するには直接内部に突入し、そこにたどり着く以外に方法はないだろう。あの構造体は元はメルカバーであったものだが、内部はかなり変化していると見た方がいい。どんな危険が待ち受けているか分からない、十分注意してくれ。あ、任せてくれ、必ずデウスを破壊してみせるよ、全てと引き換えにしてでも。フェイ、本当にそれでいいのか？バルト、お前が今何を考えているのか俺にはよくわかる。確かにデウスを破壊すればこの星そのものを兵器化しようとするナノマシンの増殖は止められるだろうさ。だがそのためにデウスと融合したエリーまで失うことになってしまっては何にもならないんじゃねえか。しかし。その通りだよフェイ君、彼女は我々と行動を共にしてきた仲間だ。星を守り世界を救う、そんな大義名分ではなく、大切な仲間を救い出す、それが今の我々の戦う理由なのではないかな。第一、それができずして世界を救えるはずがない。違うかい？ああ、シグの言う通りだレイ、たとえどんなになっても決して諦めるんじゃねえ。エリーをデウスの呪縛から解放できるのはお前だけなんだ。そのためには俺たちも最大限のバックアップをさせてもらうぜ。だからありがとう、バルト、シグルト。俺は決して諦めないよ。君は若や我々のためにその身を挺して戦ってくれた。今度は我々が君と彼女のために戦う番だ。さあ行こう、フェイ君。真の自由をこの手に掴むために。ユグドラシルを発信させるか、ちょっと待ってね。
ユグドラシルの中でやりたいことは2つありますと、マルーさんに話を聞くこと、パーティーメンバーを変えること、あ、もう一個あった、チュチュさんを見つけること。今ね、チュチュさんね、外れてるんですよね、パーティーメンバーからね。わからないかもしれないけど、君たちが来てからこの木もちょっと成長したんだ。え、ほんと？ちょっぴりずつだけど希望も大きくなってるってことさ。え、嘘？パート10いくつ見直してみますかね。俺ずっとこんなとこに立ちっぱなしだったけど、あんたたちの役に立てたかな。バッチリ。嘘でもそう言ってくれると嬉しいよ。じゃあちょっと奈落の底に突き落としましょうかね。どうかな。そうか、でもな、結構迷うやつもいるんだぜ。こっから先はなんだっけ、ギアハンガーじゃないな、ガンルームになってるよって言ってくれたんだっけ。メイソンさん、いよいよ最後の時がやってきましたな。必要とあらばこのメイソンもねじり鉢巻きたすきがけで駆けつけますぞ。ねじり鉢巻きたすきがけ、何をご所望ですかな。相変わらずの商人根性。売ってるものはちょっと変わりましたね。でもまあいらないかな。で、武器もですね、特段必要となるものはないので、あれだけ買っとこう。あれだけ買っときましょうね。なんとここに来て大エーテル石を買えるんですね。高いな。1個持ってるからエーテル、3つでいいや。そんなエーテル推しにする気はない。エーテルダブルの、大エーテル石、大エーテル石みたいな。ビリーさんにそれをやるとね、恐ろしいことになりますから。長い旅路でした。我々のやってきたことは無駄ではなかったはずです。それを証明しましょう。やる気に満ち溢れているね、青年16歳。他にはこの部屋はね、女性室だから2人いる。ごめんメラダさん、ごめん。メラダ行く。そうね、一緒に行こうね。デウスさん通しに行きましょうね。お父様との絆なくすわけにはいかない。ゼプセンのことかな。さあ、隣はリコさんとハマーさんの部屋ですね。ああ、これはハマーの服なのかな。リコさんの服にしてはちっちゃいもんな。罪のないあいつをあんなにした奴ら、ただじゃおかねえ。なんだかんだでハマーのこと大事にしてましたもんね。ゴリアテが落ちた時だってちゃんと連れて行きましたし。エンジン全開です。もう完全なモブキャラと化したな、こいつら。ここはラハンの村よっていう人と同じぐらいモブキャラと化したな。おやすさん、おやすさん。いよいよだな。俺たちはお前さんたちみたいに前線で戦ったりはできねえが、しっかりサポートしてやっからな。はい、よいしょ。マートル、お久しぶり。マートル、どうだマートル、元気か。ちゃんと餌はもらっているか。あれか、ペディグリーチャムとか何かか。あれか、なんかすごく安くて10キロいくらとかで売ってるようなやつじゃないか。ちゃんと一袋ずつ個別包装されたやつを食べているか。最近は犬の餌なのかお菓子なのかわからないものが多くて困りますね。もう食べていて気づいたら、あ、これ人用じゃないって。そんなこともたまにあります。美味しそうだと思って買ってみると人のものではなかった時があります。あのクオリティの高さ。別に犬用だからって人が食べちゃいけないわけではない。もう俺の理解の範疇を超えちゃってるけど、とにかく頼んだぞ。君たち以外に頼める人はいないんだ。任せとけ。娘のこれからのためにもお父っつぁんが頑張らねえとな。おばさん、あんたたちが生きていてくれればもう何も望まないよ。
ゆっくりと休んで決戦に備えてくれ。ここは俺たちが休むとこだ。なんならお前も休むか。いや、いいです。いや、めっきり人が減りましたね。最初ユグドラシルに来た時はもっといっぱいいたんですけどね。思う存分戦って思う存分怪我してきなさい。 Good ベスト体重ね。シタン Good ベスト体重ね。バウトさんは Good ベスト体重ね。 Yeah。 うお、おいら若たちのために頑張るぞ。まだか。くーくー、俺もこの怪我さえなければ。でも今度は仮病じゃないのね。ね、仮病じゃない時にこの怪我さえなければって言えるのは気持ちいいですよね。プリメーラさん、あ、また乗っちゃった、ごめん。プリメーラさん、何かが紙に。まだそれ持ってたの。さ、マルーさん、もう君たちしかいないんだ、頼んだよ。若、死ぬんじゃないぞ、絶対だぞ。当たり前じゃねえか、俺は死なねえ。変なこと言うんじゃねえよ。ごめん。うん、そうだよね、きっと帰ってくるよね。帰ってきたらその時は僕もっと若のそばに入れたらいいな、なんて。わ、何言ってんだマル、やめろって。ふふ、なんじゃって、分かったら狼狽しちゃって。おかしいな、チュチュが見当たんないんだよね。どこ行ったか知らない？パーティー変えたいですよ。見せつけてくれますね。ここはシタンさんとエメラダで、エメラダちゃんで雪原アジトを回った方がね、いろいろといいんですね。装備どうしたっけな、全部外してますね。で、他の装備は外して、ちょっと後でまた装備はね見直しますと。シタンさんもいろいろ外してて、うん、後でまたねしっかり装備は整えますと。さあ、マルーさんが言うにはですね、チュチュさんがどっか行ってしまったと。放ってはおけない中、実はですね、トーラ・メルキオールさんが以前言ってた、ギアをゼノギアスから得たデータによってギアをパワーアップしたということで、まあ、ほぼ見た目と名前がギアバーラーに戻っておりますと。で、説明が若干変わったので、またね、見直していきましょう。いざとなれば僕も出勤します。あ、違う、出動します。出勤じゃないね、出動します。これがユグドラシルギア隊の心意気です。ギアをどうしたいの？どうしたいの？いろいろと装備はあるんですよね。特段欲しいものはないです。雪原アジトのショップのが強いのかな、同じなのかな。といったところで今回はここまでとさせていただきます。まだちょっとね雪原アジトを見るには至ってないですけど、ユグドラシルの中もセリフがだいぶ変わっていますね。では改めまして、ゼノギアス実況パート136はここまでとさせていただきます。次回ゼノギアス実況パート137、137回目お楽しみに。同じように世界を見て回ります。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。